よかった、教室に残ってた。乾くんと食堂に行ってなかったんだね。危うく探しに行くところだった。ちょっと食欲なくて。それより何かあった、弓塚さん。俺に声をかけるなんてもしかしなくても一大事。まあそう思うよね。これまでがこれまでだし。ハバナ先生が探してたよ。お家のことで話があるって言ってたけど。うちのことって引っ越しについてかな。ありがとう、すぐに行くよ。けどおかしいな。住所移転の手続きは昨日済ませたんだけど。他にも連絡があったりする？ううん、他にはもう本当何にもなくてですね。遠野くん、そのちょっと聞いていいかな。いいよ。何？込み入ったことならごめんね。今引っ越しって言ったけど、遠野くんどこかに引っ越しちゃうの？もしかして転校とか？いや、住所が変わっただけ。引っ越し先も宗谷だしね。そう大きな変化はないよ。夜行を気に入ってるし、転校とかないない。そうだよね。うち入試厳しかったし、試験勉強すっごく頑張りました。家が変わるっていうことは、もしかして有馬さんのお家から出ることになったの？そうだよ。名残惜しいけど、いつまでもお世話になってるわけにもいかないし。ごめん、俺弓塚さんに話したことはあったっけ？もちろん、遠野くんから聞いた話だもん。これずいぶん前の話だけどね。そっか。それはなんていうか、それじゃ俺はこれで。幅野先生は職員室？うん、10分までに来ないと減点だって。いつも思うけど、一体何を減点するんだろうね。ところで、お昼はどうするの？職員室に行くついでに食堂に寄ってくよ。有彦がいるだろうし。そっか。じゃあまたね、遠野くん。